どうも、ヤブケイチです。今週はメジャーリーグがいよいよね、開幕するんですけど、シーズン60試合、そして内訳としてはですね、同地区同リーグ40試合と、同地区のインターリーグ20試合。まあこれがレギュラーシーズンで、約2ヶ月ですね。1月の23、24が開幕で、それもいよいよこれです。さあ、開幕だ。何？メジャー通の岩崎さん。いやー、昔ね、やぶちゃん追いかけて行ったよね。ね、昔。新庄でしょ？新庄、いやいや、自分も行った行った。ね、あの時活躍したよね。こっちは松井で行ってた時やけどね。はい。では、大谷の二刀流、これにしかないでしょ。同流復活どうこうで、まあ一回は見てるけども、ね、一遍故障してからどうなのかなっていうのはやっぱりそう思うよね。二刀流ってもともと普通は無理なことやっとるわけやから。はいはいはい。今回ね、だ先発もだから10試合あるないんじゃないかなと思ってますからね。そうか、二刀流っていうのはあれか、うん、試合数が少ないもんね、うん、だって60試合しかなくてですよ、先発大体5人で回すじゃないですか、うん、そしたら多い選手でも12試合ぐらいですよ、うん、なるほどね、うん、ただまああれか、僕が注目するのは、DeNA ベイスターズから、タンパベイ行った、筒香選手ですね。まあ50試合から60試合の間で、まあホームラン2桁乗れば、これはもう立派なもんじゃないかなと思うんですけど、岩崎さんはどう考えます？うん、いや同じ筒香やね、やっぱりね。僕の意見ばっかり同じって言わないでくださいよ。もっとなんか独自の意見あるでしょ。今日ほらタイガースへ打ったから。用意してんやった。ああ、そうっすか。ええのこれ、こんな、ちょっと打ち合わなししで。全然打ち合わなし、大丈夫です、大丈夫。その代わり、来月は、採用するかどうか分かりませんよ。ゲストで呼ばれないかもしれない。ほんまやね。筒香もね、それはもちろん期待してんやけど、もちろんね。うん。ほら、やぶちゃん、アメリカ行った時、松井秀喜とか、見てた。はいはいはい。あいつはヤンキースやったからね。うん。やっぱりヤンキース行くやつがいいよね。やっぱり田中マー君ですか。マー君もそうやし、あでもほらちょっとアメリカ背負ってるような球団でしょ、やっぱり。まあね、うん、レイズとはちょっと申し訳ないけどね、新聞乗らないでしょ、 USA すでに。イチローもあんまり乗らなかったもんね、アメリカでどんなんかなと思ったけど、イチローのね記事なんかも小さかったし、やっぱりニューヨークがボストンかね、やっぱり。うん、日本で言うたら巨人、阪神やしね。うん。うん。レイズがどこまで注目されてるのかちょっと分からへんけども。ね。うん。あでもレイズは本当新しい球団で、あれですよ。ちょっと考え方が他の球団と違う。まあ、うん、オークランドともそうですけど、うん、ちょっと新しいことをどんどん取り入れたりする球団なんで、うん、まあ面白いと思いますよ。なるほど。うん。まあだから10本ですね。10本打てば。うん、僕はもう来年につながるなと思ってますけどね。落ちそうやけどね。見てないな。あと山口投手、はいはい、トロントブルージェイズ、はい、まあ、開幕の、まあローテーションからはちょっと外れそうだというので、まあ、中継ぎに回る可能性が高いという報道がされてまして、はい、まあ、僕もそういう最初同じ立場だったんですけど、うんうん、でシーズンがこう動いてくると、はい、成績の悪い先発を外さなきゃいけなくなりますよね。その時に必ずスポットが空くので、はい、その時に山口は先発のチャンスがあるだろうと、うんうんうん、田中将大も問題なさそうですよね、まあ、そうですね、だいぶ心配しましたけどね、頭部にね打球が当たって、うんうん、ダルビッシュも出るって言ったから、投手陣は。そうですね。うん、割とスプリームでしょ、彼のなんか面白いボールまた投げますから。あとは、平野がコロナになったんでしたっけ。あ、平野はでももう全然大丈夫みたいです。開幕はちょっと、間に合わないかもしれないですけど、はいはい、症状が軽いって言ってましたね。ねえ、そうですよね。よかった。うん、でももう、あれですよ、すぐ終わっちゃいますよ、2ヶ月ですから。まあね。うん、でも思ってんやけど、アメリカはすごいね、やっぱり今年は俺は出えへんと。ああ、そうですね。やってるピッチャーとか、ああいうの面白いなと思ってね。
やっぱり日本とは違う、日本ってやっぱり違うもんね、そういうことと は、ね、やっぱりもう、そうですね、家族が危険やから、やっぱりコロナの感染リスクっていうのを考えるのが一つと、それでまあ家族ですよね、家族を何よりも優先するところなので、サンフランシスコジャイアンツの主戦キャッチャーであるバスター・ポージーも、あの早々と出ない、あの不出場を、はい、宣言しましたんで。うん、ああいうふうにちょっと言い切れる選手とかやっぱりすごいね。まあたくさんお金持てるしね。まああれかもしれないけど。うん、やっぱり その割り切り方とかね。誰を一番プライオリティに持っていくかっていうのはね。まあお客さんは入りませんけども、野球がこう、実際行われてるっていうことがね、大事なんで。そうやね。テロの時も早かったもんね。メジャーリーグがね、再開されるのはね。ああ。2011年僕もちょっと今思い出話で。ちょうどテロの時にアメリカ行ってて、ああ、すぐにもう試合やったもんね。あの何日間後にはね、日本やったらちょっとありえないような状況やね。やっぱり改めて国技の強さっていうかね、日本やったらそういかんやし、今回のメジャーリーグのそのすごいスター選手が試合今年は出えへんっていうのはすごい、あの記者っていうかね、ちょっと面白い、おかしいけども、うん、やっぱり改めて契約社会とかね、アメリカの深さっていうか、うん、なんか思うよね、やっぱりね、普通は出るね、試合でも。ズバリ戦力分析的にはどうですか？60試合ですけど、走っちゃうチームが、あのどこが優勝するか。そう、はい、ね、ナショナルリーグは僕はやっぱりドジャース。監督誰か知ってます？今度勉強するわ。あのデイブ・ロバーツですよ、あのお母さんが、あ、沖縄のデイブ・ロバーツ、レッドソックスにもいたでしょ、ちっちゃい、うんうん、UCLA 出身で、知らん、彼があの監督やってるんです、今、監督、うん、だからナショナルリーグは、僕はドジャースが強いと思います。結構ね、サンフランシスコジャイアンツとドジャースっていうのは、もうなんていうの、巨人、阪神みたいなところあるんですよ、うんうんうん、これ、ナショナルリーグで。はい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 。うん、でね、一方の、だから、我があのジャイアンツは、うん、もう、再建モードに入ってて、うんうんうん、今年はもう多分全然ナショナルリーグでは一番下じゃないかなと、うん、まあ4位5位争いのところに入っていくなと思いますけど、だからドジャースを倒すかもしれないなって言われてるのはダイヤモンドバックスですよ、うん、マディソン・バンブガーナ、バンブガーナ知ってるでしょ、うん、名前だけ。サンフランシスコ、サンフランシスコのね、うんうん、それが今年移籍したんですよ、うん、ダイヤモンドバックスに、うんうん、アストロズとかどうなんだろうね、ライン盗みの問題ね、あのチームがどうなんのかなとかね、監督3人ぐらい勝った、あ、ね、そうですね、それも蓋開けての開幕やしね、いやあれね、多分ね、僕らの時代もね、多分やってたんじゃないかなっていうのは、なんか変な時にホイッスルが聞こえたりするんですよ、ヒヒヒヒヒヒーとか言って、なかったですか、あれ、これなんだろうと思いながらね、投げたところはありましたよ。ああ、なるほどね、うん、なんか変な金属音とかね、キンキーンとか聞こえたりとか、うん、あのプロはちょっとそういう部分もあるもんね、あの伝達方法だけなんですよ、まあサインなんて1まっすぐ2カーブ3スライダーみたいなんで、だいたいみんな一緒なんで、うんうんうん、あとはそれをどう伝達するかだけじゃないですか、それも野球やん。それが音だったわけですよね、こう、うん、ホイッスルであったりとか、ホーンであったりとか、うん、そこをもう検証されてしまいましたから。まあ、そうやね。うん。だからあのチームどうなのかなっていうのは、ちょっと面白いよね。まあ、あとはだから僕はまあ、アメリカンリーグは、まあ、田中最終年なんで、うん、今年はヤンキースに頑張ってもらって、うん、まだ来季以降、ね、どこに行くか分かんないですし、もちろん、うん、ニューヨークに残る可能性もあると思いますけれども、うんうん、これがまた相手、ね、敵対チームのボストンに行く可能性もなきにしもあらずですよ、うんね、うん、ということでメジャーリーグもいよいよ開幕します。やーぶい、うん。